お疲れちゃんです、ラットです。というわけで、今回もクラッシュラルやってくんすけど、今日はね、めちゃめちゃ楽しいね、デッキを持ってきました。というわけで、こちらですね。はい。前にもこんな感じの出したことあるんですけど、迫撃ディガー枯渇みたいな、それの迫撃抜き版ですね。はい、迫撃ないんですけど、まあその代わりね、まあ、スケバレ、ディガー、ムートっていう感じで攻めてはね、結構ありますよ、というので、やって、いきます。よいしょーってさっきちょっとね、動画撮ってたんですけど、なんか撮れてなかったんですよね。ないですね。悩ましたね。で、このデッキはですね、まあ結局はディガーがメインとなってきますので、もうディガーね、たくさん飛ばしつつ、あとは小物の使い方ですね。小物。なんか、まあスケバレに、まあ、だなぁ、やべ、今日狂ってるな、俺。ザップと枯渇、まあ、スプレー枯渇なので、スケバレの逆際にディガープラスのコウモリとか、ディガープラスのギャングとか、まあ、そういう感じで、まあ、両サイドをね、攻めるのが結構ね、基本となってきますね。そこだけ覚えといて、あとはディガーの飛ばす位置ですね。はい。ディガーの飛ばす位置だけ工夫できれば、もうそれだけでね、勝率変わります。マジですね。なぜなら、まあ、このデッキの、まあ、ただ戦うだけだと、まあ、小物しかないので、後半というか、相手に種が割れた時に、なかなかね、攻めが通んなくなるんですよ。すっごい片言だったな、今。そうなんですけど、そういう時に、ディガーの飛ばす位置とか、まあ、そういうところですね。それをちょっといじるだけで、めちゃくちゃね、勝率上がりますね。というのも、ディガーを、いや、これフルカウント。マスケとか、アイスイーツとか、ベビーとか、まあそういう系のハンターとかかな。このガゴムレとかコウモリとかを対応してくるのに、やっぱ出すじゃないですかね。対空処理用ユニット。それをディガーでバチコーンってぶつけちゃえば、こっちのね、ガゴムレとかコウモリが生き生きして勝てるというわけですね。で、こういうことですね。これで、まあ多分どっかに出るんですよ。マスケが、この辺に、マスケのコストねえな、これ相手。しくった。こんな感じで、なんかまあ、マスケ読みディガーみたいな、ね、よくツイッターとかで回ることあると思うんですけど、まあ、そんな感じでディガーをおしゃれに飛ばすっていうのが大事ですね。はい、これさえ終われば、このデッキ多分すごい勝てますね。本当にディガーの飛ばす位置だけですね、位置。だからタワー裏っていうよりかは、手前の、なんていうんですかね、結局自分の立場で考えればいいんですよね。相手がガゴムで来ました。自分がウィザード持ってます。じゃあ、ウィザードこの辺とか出すじゃないですか。ここか、ここか、まあ、ディガー警戒するならこの辺か、まあ、ここのタワーの横じゃないですか。結局タワーの横の辺なんですよね。なので、まあ、それを自分の立場で考えたときに、じゃあ、相手もそこに出るから、って考えて、そこにね、ディガーを出していきやすという感じですね。まあ、こうなったら、また話は違うんですけどね。こうなったらね、今話してるやつ全て変わってくるんですけど、まあ、これはね、もう、フィーバーですよね。でも、相手ね、小物処理がプリンセスしかいないんですよね。そう。あのプリンさえ、どっかね、処理してしまえば、相手は、まあ、突破できないよー、という感じで、相手のデッキもなかなかすごいですね。なんデッキだ、これ。すごい。ちょっとね、ガゴムレ使いたかったんですよね、本当に。最近、ロイヤルデリバリーとか、おお、すげえ名前でちゃんと今言えたんですけど、デリバリーとクエイクかが鬼流行ってて、まあ箱か、まず、いや、名前が違いすぎる名前か。まあ、デリバリー、箱。箱があると、やっぱこっちのね、ガゴムレとかがマジで通んないってなるんですけど、まあガゴムレは結構初見殺しな部分があって、ヤリコブとかね、コウモリとかに箱を裂いたら、その後ね、ガゴムレからの絶対ユニットで対応してくるところをディガーでバチコンってやってる。まあ、そんな感じのね、箱にはね、立ち回りになるんですけど、箱にも結構ね、刺さるんですよね、こういう小物系が。対応がやっぱ、こう、ちょっと遅れるんで、ウッドとかザップみたいにね、すぐ瞬時にパッてできるわけじゃないので、だからスケバレに箱を探して、もう一気に、ね、攻めたりとか、もできますし、まあ、なんかね、箱クエイ環境に結構ね、こういう小物系もね、ありかなっていう感じですね。普通にバレルとかが刺さるように、まあ、こういうね、小物系もちょっと刺さりますね。はい。クエイク箱系が多いんでね。そう、美味しいですね。美味しい。ライトニングとか全くいないですね、今。ライトニング見たことがないですね、環境で。ちょいちょい、いや、嘘ついた。極まれでロイチャイがいるんですけど。本当にそんぐらいで全然いませんね。あ、マッチングがちょっと長くなってきた。いや、マッチング、いや、マジ嫌なんですよね。
というわけで、じゃあマッチングの間に僕多分昨日美容院行くみたいな話してたんですけど、美容院行ったんですよね、ちゃんと。はい、さすがにバックレはしないんでね、美容院行ったんですけど、その美容院でね、もうイケメンになったね、僕の写真でもね、ここに、ね、貼っといてね、あげますんで、ぜひ、ね、眺めといてください。モリモリの盛り具合で持ってますね。はい、今はまあライクさん風ですね。ライクさんが何ソリソリのソリって、なんかそんな感じのことよく言いますよね。はい、来たー。さあ、よろしくー。さあ、D 顔をね、決めていきたいと思います。なんで、相手のプリンとかもここですね、この辺にユニットが出るか、ベビーだったら、ここの下に出すことが多いんですね。ガゴムでディガー来て、ベビーをここ、右下に出すことが多いので、相手がベビーの時は、このね、タワーの手前の位置とか、なんかその辺に出すのがね、ここですね。に出すと、ガゴムでディガーした時に、ベビーをね、ぶち殺せますね。箱使ってくれましたよ、皆さん。箱使ってくれたらもう僕のターン。箱しかないんでね、最近の環境。箱クエイクか箱ウッドなので、ホグだな、これ。うわー、ちょっとやめてよ、そういうの。これは落ち着いて守ります。で、これにカウンターで、これ多分ね、相手左サイド。あ、オッケーオッケー。で、箱か。これ多分箱がね、落ちてくるかな。あれ箱なかったらって終わりだよね、今。皆さん行きます。ガゴムレディガー、いや、大人、ガゴムレディガー行きますか。一回、まあ、この辺ちょっと手前めにね、出すと、よいしょ。あ、やっぱそこなんですね。やっぱそこなので、そこでもよかったんですけど、まあこれでもね、大ダメージ。本当にこれがしたいだけみたいな。本当にこれがしたいだけですね。申し訳ない。これがしたいだけ。ガゴムレディガーで、ちょっとおしゃれに決めたいだけみたいなとこありますね。さあ、で、ここで、ベビドラはね、コウモリで溶かすのが大事ですね。早めに。そう、コウモリの位置、ちょっとヌーバーなんですけど、よいしょ。なんかスケラー撃たれた時に、結構スケラーの防衛で必死になることが、やっぱあるんですけど、ユニットを先に溶かすっていうのが結構大事ですね。そう、ユニット1体出して、スケラ受け1体出して、その瞬間に、まあ、処理用ユニットを出していくって感じですね。相手なんだこれ。ナイトベビー箱。これは、見ちゃったね。これだって、あれ遅延スケラ？でもトルネ使うっすよね、そしたら。遅延スケラだったら、とりあえず、これ、まあ、スケラ警戒やりこぶ出して、なんだこれ。多分、遅延スケラっぽいっすよね。顔が。ザップ。一手逃した。遅延だよね。だってアイスイスいるもんね。遅延なんだけど、よいしょ、これね、おしゃれね。ディガーからの、こんな感じでね、ベビーをね、早めに溶かすと、ほら、こんな感じでスケラは結構簡単にね、抑えられるんで、大事なのは、ベビーを早めに溶かすとか、まあ、ナイトとか、そういう盾をね、早めに溶かすっていうのが結構大事になってきますね。まあ、こういうところで、多分スクラ来るんですけど、一回トルネかな。そう、ここで、ちょっと溶かしちゃうんですよね。で、またフルカウンターという感じで、遅延スケーラーの箱型多分。箱だと思いますね。タルとかウッドの枠が箱、いや、でもシーツなかった。なんじゃこりゃ。ちょっと待って、何これ。本当に何これ。なんで相手アイスイーズ入ってんのに取れねえなかったんだろう。サイクル的になんかなってたんすかね。ちょっと、一回ね。あ、チェック。一回チェックですね。おー、すごい。マスケスキラの、もうマスケでいいじゃん。めっちゃアイスイーズ好きなんだな。僕が多分ガゴムレとかギャング好きぐらいにアイスイーズ好きなんでしょうね。はい。アイスイズベビーでトルネがないっていうニューパターンですね。はい。ちょっと最新かもしれないですね。流行の最先端かもしれない。よろしく。さあ、てなわけで、まあ、ディガーをとりあえず飛ばしていきましょうか。相手の、まあ、あとは、対空とかスプレッドとかが分かるまでは、なんかね、のんびりしとけば、ユニットを割いて、のんびりしとけばいいかなと思いますね。うわぁ、すげえ嫌だなぁ、なんかその攻め。ユーノとラムなので、うわぁ、ザップ。いや、これ、ムート、残るよね。オッケー、ナイス。ペッカラムか。まあ、メガラムでしょうね。ゴースト。言うの？ザップ？いや、これ消えちゃったな。これ、クエイクのやつかもしれないですね。もしかしたら。なんか、クエイクの、メガナイトか。ゴーストユーノのメガナイトなんですよ。そう、ゴーストユーノのメガナイトのクエイクの、
なんか変なラムライダーデッキがいた記憶がね、あるんですよね。なので、結構辛いです。いや、そうですね。で、もう一個遠距離がいるんですよね。マスク、あ、エレキか、エレキがいたな。そうです、そうです、そう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 、これこれこれ。これがいたんですよね。まあ僕としてはね、ザップ非常に厄介ですね。ザップが泣きたいですね。ラムザップで全部とかされそうですもん。さあ今いてザップ使った。まあエレキやるから、一回飛ばさずに、エレキを、おー、エレキじゃねえのか。まあ、ザップ使ったんだよね。ザップ使ったから、ガゴムレディガーからの、あ、まあザップ使ったからね。これ許容します。許容して、多分エレキが降ってくるので、ハンターか。ワンチャンハンターでもいい。当たってくれ。当たってくれ。あ、オッケーオッケー。相手もやっぱ困ってる。やっぱガゴムレ、うわー、いい。しかも、来た。相手今絶対ハンター残ると思った。これはね、ラッキーパンチですね。マジで。美味しい。まあ、ですが、問題は、相手はメガナイトなんですよ。これフルで形組まれた時に、僕結構やばいんですよね。結構やばいんですよね。耐えれるかどうかですね、問題は。問題は耐えれるかどうかで、耐えれる自信がないので、一個ね、結構攻め攻めでいきたいですね。で、でもこれラムライダー来るだけで終わるんですね、僕。うん。こんなんいい。オッケーオッケー。で、ザップなので、やっぱギャングが結構いきますね。ギャング生きる。いや、なんかめっちゃいい。しかもなんかムーと爆刺さりしてんだけど。今の発言なんかやばいな。爆刺さりなんか言ったことない人生で。人生で初めて使った今。いや、めっちゃいいね、これ。なんか、すげえ。やっぱね、ザップにはね、このギャングとかね、周り、他、コウモリとかがもう、マジでね、何、役に立たない子で終わっちゃうんですけど、逆にギャングとかね、ムートとかすごい暴れてくれますよね。相手が逆にウッドとかタルタった時に、僕のね、コウモリとね、ガゴムレちゃんがね、暴れてくれる。そしたら、まあ、なんならね、ムートとかの受けにウッドとかタルを割いたら、その追加のね、ギャングとかね、やりこぶがね、めちゃくちゃ強いんでね。なんかね、もうね、何に負けるんだって感じですね。まあ、ゴリ押し系とかね、ポイズン系がちょっとね、辛いかもしれないですけどね、ぜひね、めちゃくちゃ楽しいです。多分僕だけ。多分僕だけなんですけど、めちゃくちゃ楽しいんでね、ぜひね、こういうの使ってみてください。というわけで、終わります。チャンネル登録ね、ぜひお願いします。多分ね、この宝箱をあと2年か1年ぐらいね、4つ集めるような時間かかるんでね、当分飽きませんがね、お楽しみください。ではお疲れ様でした。